そうはリオラジオ編でございます。今回もこちらんつスッとコンパクトを持ってスタジオで出かけようはい、ということでコンパクトを持ってスタジオに出かけようなんですが、今回 VS ですね、いわゆる VS の動画でございます何をやろうかっていうとですね、ジャンレイね、そして、こちらオーバードライブって書いてあるね、OD1X、はい、ボスの OD1X ね、この2つを比較してまいりたいね、と思いますね。でコンパクトを持ってはいつも裏テーマがありまして、一応言っときましょうね、こちらのね JCM の800ね、 JCM の800をメインアンプといたしまして、こちらのメインボードね、メインボードだってメインボードをね、目です、マミム目です、すいません、メインボードを組んでいきたい、このように思っております。そして今日は何を隠そう、ベルトを忘れたね、ベルトを忘れたのでズボンがすぐ落ちてくるね。なんか今日はズボンが落ちてくるなと思ったらベルトをし忘れてました、すいませんどうでもよきね。はい、ということでね、とにかく800で遊んでいきますから、この2つをね比べて遊んでまいりましょうじゃねえかということでやってまいりましょう。だ OD1X のセッティングをまず決めないといけないわけよ、ね、なのでまあ一応800の音も聞いておきましょうか、いつも通りね、よろしくお願いします。いきましょう、800。はい、ということでね、ジャンレはもうこれで固定していきますので、今日はだから短いよ、まずこのオーディオ X ちょっと何て言うんだろう、好きな音を、自分の好みの好きな音を作って、これも好みのジャンレはできてますので、これをねバーンベチコーンしてね、まあこれ最終的にねどのペダルを残すかっていうのをやってますので、もしかしたらジャンレが
あーってなるかもしれないし、オーディオン X やっぱ無理だったぜ。まあいいか、いいかやろうかちょっと音だから作ろう。ドライバーあげ、あ、まずはちょっとこれから。パワフルだな、ドライバー上げれね。結構あれだな、素直にあれでしたね。そういえばもうずっと結構前にやったからもう忘れちゃってるね結構素直に800のあれを出しますね、グッとね。だからシャリシャリしすぎかな。
これでいきましょう、ちょっとここのこのオーディワン X の色をちょっと多めに出してみましょうね。そうね、800を全面に押し出しちゃうと全部同じ音になっちゃうからねじゃあこれね、オーディワン X だからネイタスじゃなくてこのジャンレイとね比べます。ジャンレイあれ何でだ、何でしょう、これ上げすぎたんでしょうか。あれさっき平気だったのにな。なんでだろう。ちょっと羽織っちゃうのかもね、手を押さえちゃうとね。ちょっとでもそんなに開けてないんだけどね、まあいいか。とりあえずジャンレイね、ジャンレイ。オーディワン X。
もう一回ジャンレイ、ジャンレイのじゃあフロント、さっきフロントばっかやってたけどね、さ気づかないではい、ジャンレイフロント、X。ジャンレイの方が音でかいね。こっちを上げればいいだけか。もうちょっとこれ上げてみる。終わろうかね、わかんない結論としてはわからない、ね、
どっちもどっち、どっちもいいですね。いいけどこっちの方がじゃねえのが上がギラギラしてるから、あんまり歪ませ、まあ、られないって言い方はおかしいかもしれないけど、オーディワン X の方が歪ませられる感じですかね、ピーピー言わないような感じなので、こっちね12時でトレブルが、これベースなんですが、はいと、こっちの方が上がってるんですけども、まあ、こっちの方が結構ピーピーってなりやすいので、うーん、音の太さはそんなに変わらない気がするので、そうですね、そこがどっちがいいかってことですね。もうあのトレブリーな音っていうのはもうここで、私の場合はここで完成しているわけじゃないですか、かなり、これがあるので、まあクランチだけどね、クランチサウンドですけども、だそれより歪みが欲しい時にこっちって感じで、これそこまで OD1X の特色がグッて出てる気はあんまりしないので、あ、なんていうの、ボスの音って感じがあんまりしないので、まあ音色違いという意味では、逆にどうせ近いんであれば、やっぱジャンレーかなと思いました。うん、ジャンレーの 18V 駆動がいいかなということで、私は多分 18V 駆動のジャンレーを残します。ありがとうございました。ということで今回も長時間のご視聴ありがとうございましたね。ありがとうございました。2回目、はい、もっと言ってるかな、はい、かまた次回、わちゃちゃ、チャンネル登録ね、チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。ごめんなさい、ボロボロになってしまいました。終わりましょう。おしん、バイバーイ、また会おう。